この座り方が慣れなくて慣れない芸人ってでもみんなこうなんでしょ。そうそうそう、ね、でね、あんまり横向いて喋んないよ。ひな壇になって喋んないよね。そうそう、前向いて横の人に向かって喋るっていうのが自然になってくるよね、うん。パネルとかやってるとじゃあやりましょうか。はい、こちらに録画を入ってます。はい、こんにちは。はい、じゃあアジュールサスレジャパンやりましょう。今日はですね、特別ゲストでマイクロソフト、日本マイクロソフトの CTO 榊原さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。超大物が来ました。いやいやいや、行ってみるもんですね残りのメンツはいつものメンツ。いやいやいや、やったやった。で、今日はアップデートの話はまあほどほどってほぼせずに、せっかくなので CTO のお話をたっぷり語っていただきたいなという回です。で、今日の趣旨は本当にもう榊原さんに好きなことを喋っていただくところで、それが一番困るトピックは適当に振るんで、簡単にじゃあ自己紹介を一応知らない人に。はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトで CTO をやっております榊原と言います。マイクロソフトディベロップメントっていう日本マイクロソフトの兄弟会社がありまして、そちらの社長も兼務しております。給料は2倍はもらってません夢はないじゃないですか。失礼しました。若干榊原さんとはシアトルで数回飲んだことがあるぐらいで、はい、キャラを使い損ねてるんですけど、はい、使い損ねてる、まあ、飲んだ時のキャラそのもの、はい、こんな中でいくと一番知り合ってからの歴長いのは多分僕ですね。3年そうですね、僕ね、僕の前職の時から IBM にいた時なんですよ。はい、とあるイベントで僕パネルディスカッションの仕切りみたいにやったんですよ、はい、でその時にパネラーで来たのが榊原さん。なるほど。そうです。そうで、あの控室でマック広げながら、これで印刷できねえできねえって言って、すげえ内情控室のプリンターにちょっとダメだった、はい、確かにマック渡されてすぐだったぐらいだったんですよ。なるほど。 CTO はあれですよね、ずっと新卒で IBM ですか。そうです。で、ずっと IBM で、はい、ちょっとプロフィール見たんですけど、はい、IBM のなんか技術トップまで上り詰めて、はい、技術トップっていうか、あのディスティングシッドエンジニアっていう、うん、技術職のトップ、はい、そうです。で、それから MS に転職、はい、で CTO、いきなり CTO みたいな。30年近くいました、IBM。おお、長いですね。30年はいなかったですよ。30年近く。近く、はい、バリキャリしました。あれいつでしたっけ。2016年の1月からですから、ちょうど3年ぐらいですね、はいはい、ちょうどだからパコエ先生と一緒。僕も15年の1月なんです。だから僕が入って1年後が榊原さんで、1年先輩先輩つら、はい、びっくりした、びっくりした。で、それからいただきに、あおわーと思って、明日で研修やってんだみたいな礼を受けてあるでしょ、パクエ先生にこのサイトはこう使うんだよみたいなのを教えてもらったりとか。なんかやったっけな、なんかでも、いやいや、でもだってその直後からもうだって秘書というかね、こう付きの人というかこう、はい、つくから、どうすればいいのみたいなの聞かれたから、つくから大丈夫だって答えてきてすぐ周りから教えてもらえるから問題ないですよって言って、あ、そうなんだみたいな、俺よくわかんなくてさみたいな。いいですね、さすが、はい、さすが、ありがとうございます。びっくりしました、本当に一緒の会社なんか誰なんて思ってなかった秘書さんがいないと何もできない。なんか、なんか自立っていうか、はい、生活能力が下がっていってる感じですか。もう経費精算とか無理です、ね。すごい、ね。やってたらびっくりしますけどね。夢がなってそこまで登り詰めた。尋常じゃない。すごいですよね。で、この間も北京まで飛んでましたよね。あ、行ってました、はい。あれはリサーチの何周年イベントとかでしたっけ。あ。ね、何周年イベントっていうのに行ったのは、去年の11月ですね。それで、あれですね、あの、1月にまた行きまして、それはお客様とちょっとリサーチの連中と共同研究みたいなことできないかなっていう、はい、あの、まあ、かっちりしたミーティングじゃないんですけど、はい、リサーチの方は、はい、で仕事は何かやられてるんですか、ロールとか。マイクロソフトリサーチっていうのは完全に別ですよね。
そう、皆さんご存知かどうか知らないんですけど、マイクロソフトリサーチっていうのは日本に拠点がないんですよ、はい、で僕は作りたいんですけどなかなか作れなくて、一番近いところがマイクロソフトリサーチアジアっていって北京に本拠地があるんですね、はい、で今度なんか上海にも作るとか言ってるから畜生って思ってるんですけどで、そこのですねアカデミックリレーションをやってる人がいて、はい、その大学の先生でしたらね、はい、その人を僕がホスティングしてるんです日本で、うん、ですからマイクロソフトリサーチアジアの日本アカデミックリレーション担当アウトリーチって言ってますけども、鎌倉さんという女性、はい、で彼女を僕がホスティングしてるので、その関係でマイクロソフトリサーチとつながりがあるんです。そうですね、今はアジアだけですよね、はい、近いのでそうですね、そうそれ でリサーチ周りの話をテックサミットでしたっけしました。で、はい、高橋原さんのセッションで、うん、アスクザスピーカーをすっぽかされたんですけどすっかり忘れてまして誰も言ってくれなかったんで、はい、おいそれと言えてますよ、ね、ごめんなさい、かまいないすっかり忘れて、はい、係の人が寂しい思いをする、はい、いろいろお話を伺えたらなと思って、はい、こうポロッとね、ぜひ出てくださいって言ったら快諾いただいて快諾いただいてから実際に出てもらうまでだいぶかかりましたけどすいません、いえ、こちらこそ僕がスケジュールを見て叩き込みますって言ってそれを忘れてみたいな、いやいや、僕も候補出しますって言って出せなかったんで、すいません、ね、いや、本当にね、こういうなんていうコミュニティ、本当にこじんまりしたコミュニティに出てもらえると思えなかったんで言ってみる言ってみるものです。では、はい、デベロップメントの方は最近だとリンナが有名で、他にも、ね、まあ、昔からね日本ローカル向けのアプリケーションだったり、はい、色々そうですね、オフィスレンズとか昔は作ってたし、はい、それから PIX 最近だと、ね、うん、日本の、はい、アプリ作ったっていうとそんな感じですかね。あとは Windows とか Bing とかやってますけど、はいはい、でリサーチの方は、はい、まあ知らない人向けに言うと、あのキネクトの研究をやってたとか。そうですね、キネクトのチームとかもあるし、まあ、AI がすごい、ね、最近はそうですね。で、コンピュータービジョンだからね、まあ、この視聴者層は主に Azure ユーザーな人が多いんですけど、うん、最近だとあの海中データセンターのナティックとかもリサーチですよね。ナティックですね、プロジェクトね、あれはあの北京ではやってないんですけどね、はい、それはケンブリッジとかだと思いますけど、北京だと、レドモンドと何をやってるんですかね。北京はね、AI があの、はい、かなり多くて、コンピュータービジョン系、それから NLP ですね、はい、あのナチュラルランゲージ、ね、はい、それと翻訳、はい、関係が非常に多いです。やっぱり中国語、英語の最初はそうですね。あの翻訳に関して言うと、今、マイクロソフトトランスレーターって60言語ぐらい対応してるんですが、はい、それぞれの優先順位っていうのがあって、英語と中国語の対応っていうのがやっぱり、ナンバーワン、プライオリティ、はい、で日本語は残念ながらその次っていう感じ。あ、それでもその次なの。その次に無理やり入れてもらってるんだプライオリティは何で決まってるんですか。人口比率ではないですよね。人口比率とあとは入手できるデータっていう事情もありますね。学習データが多いことで、翻訳は今あの深層学習に切り替えてるので、はい、昔はあの統計的な機械翻訳ってやってたんですが、はい、ここ数年は深層学習でやってまして、そうするとあの巨大なコーパスが必要になるので、はい、それを入手しやすい言語っていうと、うん、まあ、英語が最初に来るのは当然なんですけど、はい、中国語も結構あるんですよね、うん、やっぱりボリュームが、はい、で日本語も結構あるってことですか。日本が少ないんで、もっと日本語のそういうコーパスを集めようと今いろんなことを考えております。どういうのがその対象になるんですか、具体的に。どういうのが深層学習させるために必要となるデータってどういうものなのかなって、小説とかの文章とか。あ、もちろん小説とかもいいし、それからニュースとか、あ、そういうネット上で、うん、あの使えるようなものとかがありますし、はいはいはい、問題はですね、それをちゃんと
なんだプライバシーだとか、うんそれからコンプライアンス系のそういうことをクリアして、入手してで、ちゃんとそういう深層学習用に使うっていう、はい、そういうところをちゃんとやろうとするとまあそこそこ制限はあるんですよ。日本の大きいコーパスだと新聞の会社がよく引き合いに出される感じがします、ね、そうですね。データ化してくれるんですか。うん、N グラムとかもあるし研究用に、はいはい、標準語によりそうな感じですよね。あ、そうそう、だからリンナみたいなのはね、ちょっと置いといて。リンナはすごいな、あのスラングが多いですけど、だからその普通の標準語としてちゃんと、はい、なんかこう、ちゃんとあのなんていうのかな、みんながわかる、みんながで、おかしくない文法、はい、話し言葉みたいね、あんなんじゃなくて受けるとか言わないで、そうそうそう、突然こう尊いとか出てこない。でもまだまだ少なくて、やっぱり英語とかに比べると使えるそういうリソースが少ないんで、それをこう最近は日本特有のそういうものを集める、その自然言語だけじゃなくて画像とかでも日本特有のものとかあるし、日本人の顔とかもあるし、そういう日本特有のデータセットを集めようっていうのを大学の先生たちなんかと一緒にそうそうやったりしています。結構ね、昔から2チャンネルをコーパスにしたらどうかみたいなのは、何回顔文字ばっかり集まる、ね、そう顔文字使えないっていう結論に多分至ってるはずなんで、あれだいたいアスキーアート入れたらね、そうキリル文字とか入ってるでしょ、そうなんて発音するのみたいな、うん、確かに。音声データとかどうしてるんですかね。音声データも同じ問題にぶち当たってますね、はい、やっぱりあの一番いいのはコールセンターのログとか、あそういうやつがいいんだけど、こう音声データって音声を集めるだけじゃなくて、やっぱりそれをこのテキストにして、うん、そのタグを決めるとか、はい、そういうことをやらないといけないんで、はい、そんなに単純じゃないんですよ、うん、なるほど、はい、最近あのスピーチトゥテキストとかもね、はい、あのニューラルネットワークも使うのでだいぶ精度がマシになった、うん、日本語の精度がマシになった気はしてるんですけど、はい、あれって裏でやっぱり随時アップデートして勝手に良くなっていってるんですよね。随時っていうこの決まったインターバルがあるわけじゃないんですけどね。精度が良くなったのが分かったら上げていくって感じ。そうです。だからこっそり使ってたらね、いきなり良くなってる。そうだね。そうですね。びっくりする、うん、あとはスピーチの場合はその言葉だけじゃなくて音響モデルみたいなのもあるから、はい、その英語の会話のこう音響モデルと日本語のこう周波数帯と違うわけですよ、はいはい、そうするとこの英語の音響モデルで日本語に対応していいかっていうとちょっと精度が下がったりする、うん、やっぱり英語 の子音というか、そうですね、なかなか面白いですね。で後ろはこれリサーチのページですよね。リサーチの、ね、ページをちょっと出してみました。はい、プロダクツ&オープンソースということで。そうですね。まあね、今日は普段聞けないリサーチの話とかをいっぱい聞こうと思って、まあ、大きな、なんていうの、トピックで言うと、榊原さんに言えないとは思うんですけど、はい、ここから先の未来の話をしてもらえたら面白いなと思って。ここに書いてないやつ。書いてないやつ。書いてないやつ、赤いやつ。まあ、最近だと。やっぱりね、はい、AI のリサーチがもともとあって、MSR がもともとあって、そこをこう他のなんだエンジニアリングチームで研究的なことをやってた人たちとかをこうハリシャムっていう、はい、MSR のトップの人の下にこう、うん、膨らまして持たせてるんですよ、うん、でこれが AI& リサーチっていうグループになっていて、はい、まあ、あのエンジニアのなんていうんですかね、プロダクトに直接結びつくものもあれば、はい、本当に基礎研究みたいなところもあれば、うん、いろんなこう R&D で進めるようなもの全部 AI&R っていうので持ってきてて、はい、今8000人ぐらい、8000人から多分8000数百人の規模の部隊になってるんですね。で我々のマイクロソフトディベロップメントの中でも、はい、AI&R 所属の人はいるんですよ。兼任なんですか。兼任じゃなくてね、マイクロソフトディベロップメントっていうのは日本では、はい、あの会社の形態としてあるんですけども、はい、そこには例えば Windows のエンジニアリングチームの
事業部としては Windows のチームとか、あ、本社の方の、そうそうそう、あ、はい、でそういうあのちょっと難しい認識になってるんですよね。会社としては別だけど、そうなんです、組織としては、そうです、日本であの開発をしたりする、日本で採用活動をしたりする、はい、っていうことのために会社形態として、はい、ちゃんとあの登録はしてあるんですけど。なるほど、ね、で例えばコンピュータービジョンやってるチームなんかは、はい、AI&R の所属になっていて、なかなか変わった雇用形態というか面白いです。そうですね、面白いです。後ろめっちゃグループありますね。グループをちょっとこんなにあったんだ、すんごいやってる、いろいろ。今その学習系の話しかしてないですけど、はいはい、他にもクアンタムとか、クアンタムやってますね。クアンタムはあの世界中バラバラいっぱいありますね。シドニーとか、はい、サンタモーガラ、レドモンド、量子コンピューターに関してはマイクロソフトはトポロジカル量子コンピューターっていうのをやっていて、はい、あの量子ゲートモデルでやってるんですよ、アニーリングじゃなくて、はい、なので物理ビットをこのチップを作るっていうのをやっていて、でそのチップを作るっていうのはあの北欧でやってたり、それからオーストラリアでやってたりとか、はい、いろんなところでやってますと、はい、それから Q シャープっていう量子コンピューターの言語をやってるチームは Q アークっていうチームがあって、それはレドモンドでやってたりとか、それからそのトポロジカルクォンタムコンピューティングっていう、トポロジカルっていうちょっと難しいんですよね、はい、すごくその数学的な、なんていうかな、基礎概念というか基礎理論みたいなのをやってるのは、サンタバーバラにいて、そういう人がやってるとか、まあとにかくそうですね、量子コンピューターにかけては世界中の先生と共同研究みたいなことをやってるので、はい、大学の先生なんだけどもマイクロソフトリサーチの社員としても雇用してますみたいな携帯の人がいたりします。最近だと、はい、そのビルドだったりとかでもね、AI から、はい、クアンタム、量子、はい、とかは、そうですね、好きなトピックには上がるぐらい、すごい力入れてるなっていうのは分かりますね。投資は相当してますね。うん、AI と量子コンピューターと、それからミクストリアリティに関しては、かなり、ね、投資をしている。MR は2月下旬ぐらいのイベントで、ホロレンズ2が、出る発表されるみたいな話がありましたけど、それなんか俺に何か言えって別に、あ、いや別にそういうだけで、今後の展望みたいなのがね、あれは面白いなと思って、先のことに関しては言っちゃいけない、だから酒買ってこいっつったごめんなさい、そういう何かのパワーを借りるんじゃない、そうですね。あとは昔からやってるのはあれかな、あのランポート先生とかね、ああデータベースですね、データベース分散、コスモス DB なんか、まさに、はい、あれウルフラムって、ウルフラムの MS さんですね。そうですね、あれ買収したんだ、いやわかんないそこまで詳しくない、まあ、あとはデータセンター周りもそうだし、うん、そうです、あとそのクラウドのインフラ系、うん、かなりそのインフラの中に AI のそういうソリューションを入れていくみたいなことをやってたりする、うんうん、その辺はね、真壁さんが詳しいんですよ、ね、なんかね、さっきね、めっちゃ面白そうだなって、オプティックス・フォー・クラウド、光だよ、光通信、あ、楽しい、オプティックス・フォー・クラウド、ね、このことまでやってるんですね、マイクロソフトやってます。いや、どの部分の話なんですか。そう、インターコネクトとか、インターコネクトに限らず内部の通信まで光にしちゃうみたいな、うん、インテルが結構昔から、うん、あ、今コネクターとか俺もね自分で作ってるから、ね、いいですね、うん、だからそう、今そのね、基板でね、あの PCB で出来上がって、うん、あの基板が光ケーブルになっちゃうんじゃないみたいな、はい、まあ、すごい乱暴に言うと、うん、昔その Azure が出始めの時、日本にデータセンターがなかった時に、うん、海外というかね、アメリカとかのデータセンターを使うわけです、うん、光遅いなっていう話がやっぱりあった光遅いなっていうのはなかなかいい問題でそうだから光が遅くて量子通信とかにはこうすごい興味を持ってるんですけど、
量子通信もね、素材として物理層は光を使うしかないから光を多分超えられないけど、うん、量子テレポートの話が出ると分かんなくなりますけど、ね、量子テレポート自体は理論的には光よりも早いですよ、うん、光よりも早いというか同時に起こっていることなので早いんですけど、それを例えばネットワークに使うとして、今ネットワークケーブルを作るとしたら、はい、光より早いものは作れないんですよね、物理的に、はい、では物理層に今は制約が出ているって感じだと思うんですけど、うん、太平洋と大西洋の距離をまたげるのをいかに早くできるかみたいな、うん、そうですね、光地球1秒に7周ぐらいしかできないですかっていうのを昔やったたった7周しかできない、そう、あ、オプティカルスイッチ、アジトのインフラもね、FPGA じゃないですけど、はい、もう入り口のところでいろいろアタックだったりを認識して弾いたりみたいな話もやってますね。そもそも、FPGA のメザリンカードを全部のブレードに最初から入れてたっていうのが、はい、プロジェクトブレインウェーブっていう FPGA 上で、はい、そのインファレンスをやる、インファレンスって何て言うんだっけ、推論、うん、推論をやるっていうアクセラレーターとして最近作り始めたんじゃなくて、前からこう入れてて、あれですね、 MSN とか Bing の時から、そう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 、カタパルトって言ってた流れで FGA の第何世代かをこうどんどん指してたんですね、はい、でニックカードに直接つながってるから、マイクロソフトって書いてあるデータセンター の、うん、ネットワークからこう CPU から切り離してこうやっているので、はい、そもそもあれじゃないですか、ここのソフトウェアディファインドの、はい、定義とかは全部そこ FPGA でやったんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そうですね、うん、あとなんか暗号化をしたり、うん、剥がしてあげたりとか、そういうオフロード系ですよね、うん、データのプリフェッチとかも FPGA でやってたんじゃないかな、プリフェッチ最近 この辺使って、うん、Azure の FPGA 使って自分で FPGA 上で推論させ、はい、もう我々ができるからトレビューですけど、うん、でコンパイラー作ったんですよ、ブレインウェーブは、あー、はい、コンパイラー作って、要はそのでっかいニューラルネットをグラフ分割して、はい、で1つの FPGA のメモリに入んないですか、はい、だから分割して FPGA の1番、2番、3番みたいな分割してアサインするようにコンパイラー作ったんですよね。でその間自体が全部10ギガのネットワークでつながってるから、そう、うん、もうじゅんぐりじゅんぐりこうドンプラドンプラしながら、ブレインウェーブなかなか面白いですよね。まあ、元々があれですよね、その内部のネットワークが大変だからそれをオフロー、まあ、コプロセッサー的な使い方、ね、懐かしい、うん、いや、まあ、やってることはそういうこと、時代を感じる、時代を感じる、私はね、コプロの前にフェップって出てきた世代によってリングのだからランク計算みたいなやつ、ね、ああ、はい、ページランク、そういうのがこれ使ってた、うん、この辺の話を読んでると面白いですよね、うん、まあ、でもインフラはね、やっぱり数年単位で入れ替わったり、そうですね、数年前に発表があったやつが今出てきたりとかしてるんで、うん、クラウドのデータセンターで使ってるコンピューターも代々こうジェネレーションなんとかってあるよね、はい、今のコードネームがいろいろついてて、ゴジラが出た時は面白かったです。今ガジラ、今何ていうなんだっけ、今はね、ビースト、ビーストか、メガビーストが一番大きいメガビーストで、ゴジラより獣の方が大きいってね、そういうのをやってますよね、それもリサーチの中にもそういうチームがいてやってます。なかなか面白い、だからこれからやっぱりその先の論文の光のやつとかっていうのが、はい、ひょっとしたら数年後とかに Azure に出させるので、ね、ちゃんと動いてるとかっていう話になるかもしれないですよね。てか、ああいうインフラ系をね、いつの間にか、そんなのがいつの間にかいたのみたいな感じに、うん、なんか見えないってくるんでね。その辺って特に発表とかあるわけじゃなくて、うん、どんどん向上してるから、うん、面白いですよね。リサーチでやって、それをプロダクションにして、そうですね、っていうところで、どういうのが来るかすごい楽しみです。突然ね、ルシノビッチがビルドとかで、うん、もううちオプティックで通信してんだが内部をみたいなの
あるある、いきなりバーンみたいな、あるある言うかもしれない。あとはコンフィデンシャルコンピューティングみたいなのもあるし、ね、あ、はいはいはい、はい、コンフィデンシャルは最近の、まあ、この1年とかの話題だとやっぱりインテルのチップのバグというか脆弱性の話があったりしてたんで、もともとコンフィデンシャルコンピューティングもインテルさんと一緒にやってたはず で、うん、で、 そうですね、それを例えばブロックチェーンのフレームワークに応用するとか、はい、そういうことやってました。結構 CPU 的には新しい機能が入ってきて、まさにコンフィデンシャルとかね、うん、あとはトランザクショナルメモリだとかね、うん、結構いろんなの入ってくるんだけれども、なんかもう時期あれじゃないの、あの永続メモリみたいな話もある。ああ、うん、メインメモリが揮発し合い、うん、揮発なんていうの、揮発制圧なんていうの、ノンボラタイルメモリ、うんうん、あとは UX 系のところも面白くて、グラフがこうダイナミックにこうバーッて作り変わるみたいな、プロジェクトサンドダンスって言ったかな、そういうのをやってる、はい、研究者がいたり、昔シルバライトでありましたよね、こう画像とかのユイって、そうそうそう、名前忘れましたけど、ああ、なんだっけ、はい、それをあのホロレンズ上で見せたりしてましたね。あ、インターフェースもね、NUI でキネコト使って、ヒューマン、ある意味そのエクスペリエンスのところはアクセシビリティにも応用されていて、はい、うん、そのアクセシビリティ関係で、いかにこう障害を持ってる人でも使いやすいエクスペリエンス提供するかみたいな。何でしたっけ、あの Xbox のアクセシビリティ、ああ大きなパートとか、今年の、なんだっけ、スーパーボールの CM で入ってた、うん、そうですね、あのキーボードだけ一生懸命考えてるリサーチャーとかいますよね、うんうん、すごい情熱だ、うん、こう キーをどう置いたら一番使いやすいかとか、ね、今のよくある配列という、うん、タイプライターがあの引っかからない配列になってるっていうのは有名な話ですけど、うん、機械の都合であれができてインターフェースができるんだけどっていう、あの、まあちょっとそのリサーチャーが多い少ないはあるけれども、はい、結構広範囲にいろんなことを研究しているというのがマイクロソフトの形ですね。なんか年1回展示会みたいなのがあるんですよね、はい、リサーチの、はい、あのまあ全部じゃないけどテックフェストっていうのがあって、はい、今年は3月の最初の週にありますね。あ、3月なんですね、はい、あれをすごいそのなんていうの、学がないから そこは何理解できないけど、あれ見てるだけで楽しいなと、うん、でも見れないからうんと、そうね、後悔ですね、社員だけですね。でもその代わり社員は誰でも行ける。あ、そうなんですね。事前登録なしで行けます。なんかね、リサーチ入ってる人もみんな PhD ばっかりなので、ビルディング33でやるはずですね。33、はい、あ、カンファレンスセンター、カンファレンスセンター、我々がいつも缶詰されてるところですね。人聞き悪いね。されるって言ったら、大学の先生呼んできたり、そういうゲストのスピーチだとか、あとはもちろんハリシャムだとか、そういう、あちこちのリサーチのディレクターのスピーチとかあるし、はい、それから、まあ、面白い研究の研究者が発表したりするっていうのがあるんですけど、その発表しているトラックがある脇ではそういう展示をしたりして、はい、そんな感じです。なんか学会チックなポスターセッションみたいな、うんうん、ポスターもあるし、実機置いてテストしたりするのもあって、うん、最近だとロボットなども動いてたりするので面白いです。ですよね、やっぱりソフトウェアだけじゃなくて物理のハードもいろいろ研究したり作ったりしてるのが面白いですね。そうですね、なんかいろいろ気になる。名前がデジタルこの2年ぐらいで話題になったやつだと、これエーマーですね。そうそうそう、うん、さっき名前が出てたんですけど、マイクロソフトリサーチはあのポッドキャストやってますので、皆さんポッドキャスト聞いてください、ね。このポッドキャストの最新版がハイアンって、うん、彼女はケンブリッジ、マイクロソフトリサーチケンブリッジの、イノベーションディレクターとかいうタイトルなんですけど、イノベーションディレクター、で彼女はあのいろいろそういうアクセシビリティだとか、はい、そういうところで貢献をしていて、エマウォッチってあの、はいね、パーキンソン病の人のカウンターバイブレーションを出す、震えを抑えるためのやつですよね。去年のビルドでしたっけ。
去年一昨年持ってて、でちゃんとなんかペンで自分の手でものが書ける。これね、その最初に作ったのはこんな感じですけど、今ね相当ちっちゃくなってます。でも逆に言うとたったこれだけの大きさのもので、うん、人間の動きは補正できるものなのかっていう、そのその振動に合わせてカウンターを出すっていうのが発想はできたかもしれないけどね、うん、最初に学習させないといけないんですよ、うん、その人の振動をいくつかパターンを拾ってみて、で今日はこの振動はこのパターンだなって自分で選ばないといけないですね、うん、体調に合わせて全部自動で、あのアダプトするわけじゃなくて、うん、でもその方がいいって彼女は言ってて、なるほど。とは3年ぐらい前でしたっけ、あの盲目の人がね、そうです、サングラスで、はい、ああそうそう、読み上げたりとかいろいろこれありますね。これ見たときはすごいなって思います。 I'm going to try and replicate this here。 こういうのがやっぱりコンピューティングの先に After great stuff 来るっていうのがいいです。これ大変ですまたハイヤーはね、今年日本に来るんで、Anything you could do that would just make my hand do what I want it to do and sign my name would be an incredible thing。 これの発表があった時はビルドでした。ビルドで最初発表の元気に行ってすごいちょっとうるっときました。はい、最初見た時そうです。会場もすごい熱気だったし、会場に一緒に来たでしょ、はいね、これ最初の研究段階みたいな時ですね。あれが今はもっとちっちゃくなってるっていうのちっちゃくてね、これちょっと四角くなって、うん、アップルウォッチみたいな感じ、なんかおしゃれ感が出てくるようにで今あれカウンターしてるってことですか。そうですね。これ見ると分かるのがつけてない方の手震えてるって、うんうん、で書いてる本のやつはピタッと止まってて、ちゃんとこの震えの逆位相をぶつけて止めるっていうのがちゃんと効いてるのがすごくいいかな、うんうん、人間ノイズキャンセリング動きじゃない、うん、今はこんな感じになってます。これは出せないやつ、ね、出せないやつ、ね、すごいすごいすごい、お宝画像あ、本人だ、本人です。つけましたけど、でこれあの、うん、テストパッドがあって、はい、とこれをつけて書いてみっつって、で最初の誤差を学習するキャリブレーションみたいなのをやって、でそれが後でちゃんとフィードバックされて、そうですそうです、ああよく考えられてるな。めっちゃ仲良しですよ。いっぱいメッセージ来て、これだからこれ去年のテックフェスの時の写真です。あ、今こんな感じです。なるほど、すごい想像にお任せしますまあまあね、古い版は丸いやつがそこにあるんでなんとなく想像はできると思いますけど、うん、あれがやっぱりちゃんと、ね、面影というか、うん、エッセンスの部分っていうかな最近だとまあこれは MS リサーチの話じゃないですけど、はい、あのもう一本腕をつけて脳波でコントロールするみたいな、人間拡張みたいな、ああいうのも面白いですね。こうキーボード打ちながらコーヒーも飲めるみたいな脳波をどう取るか、うん、だからああいうこういうあのパッドがついたやつかぶるっていうのが、はい、まんまシンターフェースとかヒューマンブレインインターフェースでよくやりますけど、はい、まあこう埋め込みみたいなのも、うん、やってる先生がいることはいるんですよ、うん、マイクロソフトは埋め込みはやってないですけども、うん、マイクロソフトと一緒に研究している、韓国のなんとかっていう先生がここに実際にこう電極埋め込んでるっていうことをやってました、うん、そこら辺人間と一緒に働く系はファナックとかお金すごいかけてやってる感じですね、うんうん、
電脳化して VR にね早く行きたいです。なんか人間につけるっていうのはあるけど機械と機械が人間にとってこうなんかすごく親切に動くには何がどうなったらいいのかみたいな、うん、そうですね。昔その例えばロボットの足作るにしても、うん、金属で作ってた、ケーブルゴテゴテだったのが、うん、3D プリンターで複雑なコンテナとか人間の血管みたいにできるようになってすごい進化、オーダーメイド的な感じ。そうそう、なんか機械の方をこうどんどん良くして人間に合わせていくっていうのは昔からあるアプローチですけど、できることがすごい広がってきている感じがしますよね。 IT もね、もうちっちゃいチップでできることがすごい広がったから、うん、面白いですね。まあこれポッドキャスト面白いですよ、ね、あの聞いてると英語の勉強にもなるしハードル高いですね。日本語で聞いても分かんないじゃん。分かんないからね。でもまあ、ダブとかは FPK の話だから。これカタパルトの話だから、さっきの、あの、面白いと思う。単語単語は分かるかもしれない。量子コンピューターのあの、博士たちがさ、ね、量子コンピューター壇上に上がった時はもう、あの、悔しいのがね、あれほら、最初にさ、後ろの壁が開いて冷却装置出てくるはずだったのに出てこなかったじゃないですか。で、これが量子ジョークだ、量子ジョークだって言ってたけど、会場の人は全然笑わない。俺だけ笑ってる。かろうじてね、量子ギャグは分かってる。それ以外さっぱり分からなかったです。笑えた人の優越感。笑えなかった人の寂しさ。分かんないの面白いじゃんみたいな。量子の特性をかろうじて知ってたら、うん、ちょっと笑えたんです。あれ仕込みだったのかな。いや違うと思う。さすがに違うと思う。確かあのネタの後なんかしばらくあれは何が楽しかったのか教えてくださいとかって質問が多かった。それは真壁さんにギャグを解説するぐらい辛いです。どこが面白かったんですか。辛い時間です。辛いよね。解説されると辛いよね。猫が生きてるか死んでるかっていう話から始めないといけない。じゃああのクリスタの話とかは分かりやすいですよね。彼女あの主に Q シャープの話をするから。なるほど。今後聞いてみようか、みんな、うんね、Q アークの話ですね。 Q シャープは、ね、はい、日本でも何人かやってるけど、ね、やり始めてる人ですね。結構ね、あの Q シャープのハンズオンみたいなのがあったりします。 Q シャープ あのチュートリアルみたいなのあるんですよ、はい、型っていう、型っていうのは あれ、空手の型から取ってるんですか。多分ね。いや、あれ本当なんですか。型から取って、ああそうですか、うん、同じことを何回もやって身につけるっていう、うん、写経写経とかもある。そう最初何の言葉かなと思って分かんなかったんですけど、で別であのユニットテストとか自動テストの話の時に型っていうのが出てきて、うん、ああそっちから取ってんのかな。なるほど。聞いた便利よねこういう時。分かんない時にこう調べるとなんとなく分かるっていうね、どっかかりがつく。なんとこれ急斜度が動きよ。これ見てもなんとなく分かんない。全部同じに見える。同じに見えるね。これはあどうなんですか。量子コンピューターをちゃんと理解するのってすげえハードル高いから。ちゃんと書いてる証拠に。トポロジカル特に難しい、ね、うん、ギータで見るからじゃないですか。ざっくりしてこれかな。これだと GitHub にねプロジェクトあの型はあるんですけど、どっかにリンクないかな。でそれだからあの IBM とか Google とかは同じような方式なんですよ。似たような方式で、はい、トランズモンとか、ね、うん、っていう方式なんですけど、 X モンとかいろいろ読んでますけど、それだといっぱいエラーが起きるんですよ、うん、でエラーが起きたのを修正しやすくするようなアーキテクチャなんだけど、トポロジカルってエラーがねあんまり起きないようにしようっていうやつだからかなり難しい。それはなんでこれでエラーが起きなくなるんだっけっていう。そもそもトポロジーっていう数学の分野自体がねなかなかにこう癖がある分野なんで、あの大学でよしこったとかやってなかったからもうかなり苦労してますよ。コーヒーカップとドーナツの区別がつかない人たちが、あトポロジーの人たちがね、ほう、あ、見つけましたか。カタス、カタス。練習問題です。まあ、CTO はもう技術バリバリだから、この辺余裕ですか。いや、難しいですよ。クオンタムはやっぱり。
あの社内でクォンタムの勉強をする会みたいなのをやって、はい、みんなこう勉強していた発表みたいなのをやってるんですけど、はい、それも結構最初は多かったのにどんどん減っていた。それは日本の話です。日本の話ですね。メールで来ましたけど、ね、そうそうどんどん人が最初すごい人いっぱいいて、立ち見までいたのに会議室で、はい、最近はなんか3人とか寂しいね。なんか大学の授業っぽいです。なんかそういう授業あった。ざっくり知りたい人ってやっぱ多いですからね。最初はなんかそれが聞きたいっていうのは、そう、なんか聞かれることもあるし、この分野ざっくり知るってことができないんで、うん、もう言葉がな、その言葉って何っていう。概念がその部分が違うからね。これあれなんですか、これダウンロードしてきて、はい、それでビジュアルスタジオで、あの、Q シャープも、あの、はいはい、クォンタムディベロップメントキットっていうのがダウンロードできるようになってて、なるほど、それを入れると、そうそう、プロジェクトを作るときに Q シャープってメニューに出てくるから、はいはい、それを選んで、で、この方のライブラリで練習モデル、あ、ちゃんとクイックリファレンスもありますね、はい、結構ちゃんと動くから面白いです。そうですね、やったの、やったけど、うん、分かんないって感じ。分かんないな。いや、動くんだけど、シミュレーターでね、そう、シミュレーションするから、へえ、そっから発展させれないから難しいんですよ。これをどう寄すんだっけ。そうなるほど、なるほど、ね、普通のアプリとかだったら、そっから例えば何かの API 読んでデータコネコネしてとか画面出してとかいろいろできるけど、本当にね、量子ビット操作するだけなんで、アルゴリズムを学ぶんですよ、あとテレポーテーションとかあるね。そうそう、ビットフリップエラーコレクティングコードメジャメント、こっからね、ポジション、こっからの次の一歩は踏み出せなくて、だからね、あのクォンタムのアーリーアクセスプログラムっていうのは実はリサーチがやっていて、はい、お客様とそのクォンタムリサーチャーが一緒に、うん、こうアルゴリズムを考えますみたいなのをやっていて、多いのはね、マテリアルサイエンスの会社がやっぱりそういうプログラムを利用してるのが多くて、ただまだシミュレーター上なんでクォンタムアルゴリズムとは言ってなくて、英語だとクォンタムインスパイアードアルゴリズムって言ってて、これなんと訳すのかなと。インスパイアでいいんじゃないですか。クォンタム風アルゴリズム。風的。量子風。なんでしょうね。風ってつけた途端なんかすごく変わりますよね。違うんだねってなっちゃうね。どうしても。やっぱ変わりそうだね。そうそうそう。任せてみたいなね。なるほどね。ミラノ風とかね。ミラノ風。よく聞きますね。日常的に聞くのはミラノ。ミラノにはねえぞって。じゃないですね。これどうですか。お薬とか。お薬、うん、探索系、あ、ま、そういう意味だ、そういうイメージだよね、シミュレーションとか、なんかね、そういう最適化も、ね、最適化でしょ、うん、新素材を探す、うん、そうそうそう、はいはい、条件があるやつ、総当たりで見ていくみたいな、科学計算みたいなのがあります、はいはい、うん、あ、だから彼らも彼らでデータベースがあるわけですよ。これ例えば鉄の中にこういうクロムだとかモリブデンだとか何とか入れるとこういう特性になると、引っ張りに強いとか、はいはいはい、熱高くなっても強度があんま変わらないとか、うん、そういうのがあるんだけれども、じゃあ逆に俺こういうのが欲しいんだけどっていうとこからどうすればいいのっていうのは大変に難しい、うん、そう、うん、そうなんですよ。っていうのをこういうのでやりたい。なるほどね。あとは数千ビキュービットまでいったら多分今の RSA の鍵が、ああ10秒で解けるとかそういうやつですね。あ、まあ、まだ数千とかなんで、まだまださっきの話です。でも、暗号方面も、このクォンタム使って暗号を作るようになるから。そうですね。今そういう話も出てますよね。うん、まあ、だから追いかけ、うん、泥棒と警察の話みたいな。公衆暗号も出てくるしね。おお。その辺の話もね、どんどん、ブロックチェーンの話もあるし。今の世界がガラッと変わるところにこう目の当たりできそうなんで、生きてるうちにいろんな世界が来ればいいなとは思ってますけど、一番わかりやすいのはなんか SSL の鍵が
RSA とかそんなんじゃなくなって、はい、楕円でもなくなって、うん、なんかになるみたいな、そう、なんかがわかんない、なんかはわかんないけど、きっとすごい人が開発するんだろうなぐらいしかわかんない。ね、あの AI を使ったアタックとかね、そういうのも増えてるし、うん、あれですよね、あのパズル認証とかね、あのなんか機械学習で突破されましたみたいな、もうキャプチャーとかもうダメですよね、もうミゼラブルですね、うん、なるほど、文字認識一発でされるから、いたちごっこですからね、うん、それよりはもうちょっとまともな本人確認をした方が、人間って難しいですよね、うん、人間の確認って、そうですね、リンナは、リンナは最初がチューニングテスト超嬉しいよ、リンナリンナどうなのハローワールドで出してるリンナ取れそうだけど漁師感がないけどね、漁師感がないけども入り口感はすごい、入り口感もとりあえず同じ入り口感があったんだ、リンナ最近歌も歌える、歌はいいでしょあれあのセッションの時にこれだけはっつって見る、はいはい、ジンナだよって、あの CTO の、ね、テックサミットセッションのスライド見たら後ろまだいっぱいあるのにリンナの歌でもあるみたいな、後ろの方にシャワーエースとかも使ってくれる、ああはい、まあ、そんな感じで名残惜しいですけど、はい、CTO が後ろに、ああそうか、そうなんです、時間、はい、ごめんなさい、はい、まあまあこんな感じの回を定期的にやってるので、はい、また気が向いたら面白いネタを引き下げて、ぜひぜひ、はい、またお参加いただければ、グダグダですいません、いやいや、ちゃんと待って、今日はね、あの全然グダグダじゃなかった、今日すごい真面目な回、今日すごい真面目な回いつももっとなのもっともうね、お見せできないぐらいもうやめなさい、グダグダっぷりでございます、はい、という感じで今日はこの辺で終わりたいと思います、はい、はい、どうもありがとうございました、じゃあまた来週、だな。さっきね、回ってるのは一応確認。